ここでアンカーつけんのか。難易度高いぞ、このアンカー。いや、素晴らしい、アンカー。久保来た。いや、久保うまいな、やっぱり。いや、久保すげえ。久保はすごいわ。本当に孤立しててもやれるようになってんな、久保。いや、久保だけだな、マジで。いや、これシルバ欲しいな。うん、配置がいいな。いや、これシルバいないのでかいな。スポルティングの方が組織では勝ってるな。そう、このサディクがどれだけ収められるかみたいになっちゃってるもんな。おや、サバル大丈夫か。おお、残した、素晴らしい。いや、モニターいいな。てか、スポルティングがちゃんとデザインされてるね。いや、久保ね、右だったんですけど左になってんすよね、謎の。あ、久保が右に来た。あー、素晴らしい。サディク行こう。久保来た。うまい。いや、それ、ええファールないの？あ、あるよね。びっくりした。やっぱ久保うまいわ。やっぱり。ファーストタッチ天才だな。もう久保が蹴るんだ。あー、いい展開だ。久保来たぞ。いやー、久保面白いな、そのシュートは。やっぱ、小股っていいな。あー、でもさ、俺めっちゃ思ったんだけど、久保やっぱブライトン合ってるな。これスペースなくなった時ってやっぱ小股の方が崩せるもんね。そう、三笘さ、やっぱり、スペースない状態で押し込んだ状態だと、三笘結構やっぱ大股だからさ、久保やっぱ、あー、でも、難しいな。あ、やられる。やられた。サディクいいな。なんかさ、最近のフィジカルモンスターって結構器用な人多いな。サディクもブライトンも欲しいな。なんか最近のほんとフィジカルモンスターうまいな。ハーランドとかもそうだけど。いやー、久保タイミング完璧だね。やっぱ久保うますぎるな。やっぱ何気ないところも自然だ、動きが。確かにオヤルサバルちょっと重いっすね、動き若干。いや、ソシエダちょっとシルバーいないと中盤の形がいい意味で崩れないのが気になるな、やっぱり。もう442のまんますぎるもんな。まあ、433か。そう、433のまんますぎるもんな。うわ、すげえ展開。いやー、ソシエダむずいね。いやー、久保は余裕だな。今この空間で一番うまいもんな、久保建英が。この22人の中で。ひいき目なしで。いや、ソシエダこれどうすんだろうな、ほんとに。めちゃめちゃスーパーな選手いるわけじゃないから、この距離感でやると大変だよね、めっちゃ。ブライトンはやっぱりね、距離感近いから、すげえみんなやりたいことできるんよね。いや、久保ブライトンいたらやばいな。めちゃめちゃ無双するよ、多分。ブライトン戦以外初めて見てますが、こんなにブライトンの話してくれるんだ。いや、やっぱブライトン俺マジで好きなんで、しちゃうっすよね。いや、俺ブライトン比べちゃうもん、やっぱ。いや、ブライトンマジすごいっすよ、本当に。いや、ブライトンマジすげえけどな。いや、こんなセンターバック離れてたら困るもん。あ、でもこのサイドバックでも受けれるんだもんな。すごいな。久保来たよ。ええ、いやー、久保うまいな。やっぱ久保がもうちょっと格違うもんな。いや、すげえな、久保。いや、久保だけ、マジで。なんでそんなサッカーうまいん、久保だけ。このダウンスリーでいいよ、ソシエダは。今の。そうそうそう。にしても遠いな。あ、いいね。なかなかきついね、それは。行くね、誰誰。いいね。いや、でも難易度高いな、それは。いやー、大変だな。確かにソシエダってちょっとカウンターなのかな。確かに。でもカウンターにしてはちょっと、スピーディーな選手少ないよね。サディクぐらいだろ、多分、この中で。マジで個でやりきれる人。うま、久保。え？いや、久保うま？サディクと久保合うな。うん。いや、よかったね、久保今。久保多分今のも狙ってるもんな、絶対。いや、久保だけ上手すぎる。久保とサディク別格だな。ソシエダは、この間違ったビルドアップをめちゃくちゃ練習してる。それやばいっすね。いや、でもね、本当に、なんかこれサッカー以外もそうですけど、なんかちょっと間違った方向に、頑固に極めるのってめちゃめちゃ危険ですよね。サッカー以外でも。あ、久保、そう！いや、久保！いや、久保化け物だな。いや、久保すごいな。ほんと、天才だな。ライン間で反転して一瞬で行ったな。いや、久保上手すぎだな、マジで。いや、そう考えるとやっぱインサイドハーフいいな、久保の。あのワイドで張ってんのもったいないもんな、今。関わりたいもんね。あ、サイドバックいいっすね。そのまま中入っていいけどね。あ、やばい。いやー、でも距離遠いからそうなる。ここまで見たい。あー、と、ソシエダ難易度高いな。うわ、素晴らしい、久保。いや、久保プレス早いな。いや、久保本当に足めっちゃ速くなったな。アジリティはもともとあったけど、単純なスピードめちゃめちゃ上がってるな。いや、久保本当と、えげつないバルサとかで見てえな、やっぱ。バルサの10番でいいもんな。もうメッシ戻ってこないんだったら、まあ、スポルティング絶対これあれだな、国内リーグ無双だな、絶対この感じなら。やっぱ監督ってめっちゃ大事だな。間違った立ち位置仕込んだらもう積んでるもんな。いや、久保素晴らしいな。いやー、ちょっと久保もったいねえぐらいうめえな。久保、久保だけだよ、何もかも完璧なプレーしてんの。自然だな、持ち方が。今のトラップとかも、あー、まあ、今のはちょっとしょうがないね。いや、でもスカスカすぎるな。今のフリックミスでこんなことになっちゃうぐらいスカスカってことだもんな。はい、今のソシエダちょっとブライトンっぽかったな。いや、久保見えてる、ピンポイントだな。すごいな、今のとかも、今の何気ないクロスとかも。いや、もうドンピシャじゃん。いや、久保やっぱブライトンは合うな。だって今みたいにブロック組まれててもさ、もう針の穴通せるもんね、久保って。いや、久保ブライトンですわ。終わった？終わった？
ソシエダの右ウィングにメッシおると思ったら久保だった。いやマジそのレベルっすね。久保もうなんか人生一周しちゃったねこの年齢で。いやでもそうなったらもうジョアン・ペドロもだいぶ回ってるけどね。ということで、はい、動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。